おはこんばんちは、伊藤です。皆さんは、エンデンのナルハタタ姫、倒せましたでしょうか。前回は、ソロでの討伐動画を上げましたが、私の主戦場は基本的にはノガパーティーです。今回は、最近私がノガに行くときによく使っている、片手剣装備をご紹介します。ノガパーティーでは、人気の武器に偏りはありますが、様々なプレイヤースキルの方が入りに投げているので、もちろんハプニングが起きることが多いですよね。ソロ討伐の余裕なプロファンの方から、ノガに救いを求めている方、みんなでワイワイエンジョイしたい方など、いろいろなプレイスタイルを見れるので、参考になったり、助けてあげたいと思ったり様々です。今回紹介する装備構成は、悲願が多い場合だったり、他のプレイヤーの悲願が多く、苦戦するようなクエストでよく使っています。それでは、早速紹介していきましょう。武器は、片手剣の、背忍者ソード。この片手剣は、素手回心率が 100% という、常識を覆すような性能をしています。その代わり、切れ味が長い緑、匠スキルを使えば、青ゲージ曲げ出すことが可能です。この武器は、ハンターランク8で出現する、里にいる影の歌が受けれるサイドクエスト、影の歌の試練クリアで生産することができます。攻撃力も高く、片手剣はこれだけでいいと言っても過言ではないほど、非常に使い勝手がいいので、ぜひ作っておくことをお勧めします。スロットは装が3つあるので、接触図を3つつけています。防具は上から、頭、水波、烏帽子に、対象図をつけています。防、ボロスエスメイルに、攻撃図をつけています。腕、XSアームに、ドンキ図をつけています。腰、ヤマフエスコイルに、UI 図と、体外図を2つつけています。腰、ヤマフエスコイルに、UI 図と、体外図を2つつけています。足、金色の袴に、飛び込み図と、無色図をつけています。墓石は、腹蛇耐性レベル2と、攻撃下レベル2の墓石に、UI 図を2つつけています。最悪、攻撃下レベル3まである墓石なら、問題ありません。その場合は、火力が落ちますが、どうも攻撃図を外して UI を1つ追加してください。スキル構成は、攻撃下レベル5、攻撃レベル4、診断レベル3、鈍器使いレベル3、満足感レベル3、腹蛇耐性レベル3、超耐震レベル2、弾道強化レベル2、防御レベル2、回避性能レベル2、雷耐性レベル2、力の解放、ひるみ軽減、飛び込み。気絶が怖い方は、体外2つと腹蛇耐性を外して、耐絶図を3つつけるといいと思います。一応、体外レベル2で、雷耐性外の乱暴を食べると、雷耐性が20を超えるので、雷やられにならなくなります。注意することは、雷攻撃に強くなり、雷やられにはならなくなりますが、連続してダメージを受けると、気絶にはなるので気をつけてください。アイテムポーチはこんな感じです。回復薬はもちろん、鬼神薬、効果薬から、打ち消しのみ、体力薬など、攻撃下をフル活用できるアイテムを常備しています。死亡率が最も高いと言われる、激流装の竜巻は、常に回復を意識しておきましょう。真ん中のドームが消えたら、飛び込みを使って潜り込めばもう安全です。あとは、パーティーメンバーの体力を意識しながら、攻撃を仕掛けるといいでしょう。王の雫は、岩の上に乗れれば安全ですが、乗り損ねた場合でも焦りは不要です。雫に向かってダイブすれば余裕で避けることができます。万が一、食らったとしても、体力があれば即死はしないと思います。あとは、体力に気をつけ、ラストダッシュや比叡などを駆使して、攻撃をしていれば、大体15分から20分で討伐することができると思います。結構ガンガン回復薬を飲んでも余るので、危なそうだと思ったら積極的に使っていきましょう。この装備構成は、ナルハタタ姫だけではなく、虫人王ガヤ、ラーマン、トビカガシなど、雷攻撃をしてくる敵なら有効です。事故の元となる、雷やガレを解消し、パーティーメンバーも守ることができます。気にするのは、自分とパーティーメンバーの体力、状態異常状態を意識して、
避難覚悟のガチャプレでも意外となんとかなるのがいいところ。ちなみに体力 80% 以下を維持する必要がある。バルハルク装備一式の方との相性は最悪です。バルハルク装備はソロ仕様なのかな。はい、いかがだったでしょうか。今回は私がよく使っているマルチ用片手剣装備をご紹介しました。雷属性のモンスター以外には体外種を外して気圧銃をつけるなどしてもいいと思います。今回の内容が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。星がまた抱く真夜中に大きな月が